あの私の息子くん、今年の夏祭りは彼女と行くみたいです。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、いやー、ういういしいね。5万ぐらい渡しとったらいけるかな、大丈夫かな。で、今回の動画ですね、あの爆裂チェインバトル開催予告のバナーが飛び交ってきたんで、ちょっとこちらについて触れていこうね。はい、6月8日木曜日ですわ。で、宇宙渡る戦士、下級戦士、願いの力、この3つの有効ですカテゴリーが、そういうこと。で、以下のキャラクターはね、より多くダメージを与えれるということで、もう今回フレンド様、フレンドの方々任してください。毎回言ってるよね。いや、前回の爆裂チェインバトルがゴミすぎた、私のフレンドサポーター、まことに申し訳なかった。あの時の爆裂チェインバトル、いや、あれは天下一武道会のキャラ難しいって。あれはちょっとゴミかすすぎた、私のフレサポ、マジで申し訳なかった。でも大丈夫、6月8日の爆裂チェインバトルは俺胸張って、もうフレンド様に使っていただけるフレサポをご用意できる。はい、まあ今回ちょっとね、ちょっと見てほしいんですわ、それを。で、こちらですわ。はい、まず極系ね。はいはい、ターレス一式揃えてあります。どうですかフレンドさん、素晴らしいでしょこのボディー。すいません、なんかあの喋り方がジャパネット高田に似てますねって視聴者さんからコメント、いただいたことがあったんで、急にジャパネット高田をあのぶち込んでみたんですけど、どうですか、ジャパネット高田を噛んでいったからもうダメですね。ジャパネットタバコっていう。はい、でも機嫌がええねん私は。もうフレサポ様、フレンド様の役に立てんねん今回ね。はい、今回の新キャラのターレスをはじめ、ターレス軍団、ただターレス軍団、ごめんなさい、一突なんすよ、一突、ごめんや、出えへんねん、伝説公認で、イベントドロップさんのターレス、で、それの特艦覚醒前のターレス、ね、これぐらいの冷蔵庫ありませんか、ジャパネットさん、あります?このボディーで、告知ターレスね。ちょ、コンビニの駐車場で何してんねんな。ちょっと聞こえる、あんま甲高い声はね、聞こえてしまう、外に丸聞こえになってしまう。で、極技ターレス、これ天下一報酬ターレスですね、虹でございます。で、この度曲演しましたターレスオーザル、はい、で、その独感覚醒前のターレスオーザル、これが2突や、2突今リンク上げてる。で、爆裂チェインバトルに関しましては、あのリンクスキルのレベルは関係ないんだって。で、フェスゲンターレスで、その独感覚醒前のフェスゲンターレス、もうガシャでめっちゃ出たよ。もう前から2時やったけど、はい、極系のね、フレンド用サポーター、まあこの10体でございます。はい、で、続きまして長剣ね、長剣も任せてくれ、大丈夫や、このボディー。ちょっとごめんなさい、めっちゃサラリーマンに見られた。で、この度、ちょっと極限しました、孫悟空。ごめんなさい、これ、必殺技レベル上げるの忘れてるわよ。極限はしてるで。これ上げとく。ちょっと待って。俺、リンク全然上げてない。はい。で、この悟空。で、その独感覚醒前のチュートリアル悟空ね。はい。で、海洋剣悟空。これって、あ、願いの力。そう、願いの力とさ、下級戦士で揃えてんのよ。いろんな悟空、あの特攻キャラクターになってたんだけど、まあ特攻キャラクターかつあのカテゴリーを持っているキャラをとりあえず今はあの10体用意してます、悟空で。これ下級戦士ね。はい、で、先祖悟空、これも下級戦士ですね。はい、ね、特攻カテゴリーついてます。で、それと覚醒前の孫悟空、この下級戦士特攻カテゴリーついてます。で、いろいろの孫悟空海洋系、俺これ何突、あ、2突だ、オッケーオッケー、2突です、何がオッケーか分かんないけど、で、通常会社さんの孫悟空海洋系、これ虹でございます、これが、願いの力ですね。で、それの独感覚醒前の孫悟空海洋系、3突です。はい、こんな感じでね、長系、とりあえず今の現段階では用意
させてもらってる所存で、ございます。どうすかねえ、素晴らしいっしょ。これは胸張って動画出せるし、うん、サポーターも胸張って、フレンド様に、うん、お貸しできる。うん、俺もフレンド募集しようかな。なんか役に立たんかったらごめんじゃん。もういろんな猛者の方々がおるから、まあ私のフレンド、まあ見かけたらつこうて、あの役に立つと思うから、うん。まあ今回はね、バクルチェインバトルの、あの開催、予告がね、バナーに飛び交ってきたんで、こちらを触れてみたという、まあ、動画でございましたけども、あれだわ、うん。結局、フレンドゲイだから。フレンドゲイだから。で、あの、バトルキャラクター、とかまあその他云々はまた6月8日の爆裂チェインバトルの動画でご紹介できたらいいかななんて、思っておりますというところで、最後までご視聴ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。